カレン地震は2018年2月6日23時50分に中華民国東部のカレン県近海を震源として発生した地震。地震の規模は MW6.4、ミリリットル6.2、ミズ6.5、MJ6.7。カレン県カレン市、太白角、キラン県南、沖き号で最大震度7級を計測した。台湾内における各地の震度は以下の通り。 このほか、日本でも気象庁の観測により、沖縄県で震度1から2の揺れを観測した。2018年2月4日3時30分の MW4.8 の地震を皮切りに、同じ地域で連続して地震が発生していた。2月4日21時56分には MW6.1 の地震が発生していた。この地震で17人が死亡した。 カレン市内では7階建てのマーシャルホテルや12階建ての雲門緑包みビル、その他に民家41棟が倒壊する被害が発生した。ライフラインでは停電線336個、断水100個の被害となっている。大きな被害はカレン市にあるベロン断層沿いに多い、鉄道道路各地で路面の流気などによる通行規制が実施された。など。 カレン空港に緊急物資を輸送するシンガポール空軍機。ありがとうございます。